さてと。この忍界で果たして誰が最強なのか、忍びなのか侍なのか、時の流れを超えて強者たちが続々と参加しています。かつて忍界を騒がせたあの忍びがいます。最近噂のあの忍びももちろん参加しています。この中の一体誰が最強なのでしょう。今忍界全土がこの武闘祭に注目しています。これより忍界武闘祭を始める。この大会は最強を決める唯一無二の大会だ。最強となった者は比類なき栄誉を手にすることになる。だが栄誉を手にするには試練を超えなければならない。武闘祭はいくつかの段階に分かれています。まず挑戦していただくのは予選。予選は複数のブロックに分かれて行われ、そこである程度の人数に絞られます。予選といえど、これは最強を決する大会だ。力なき者はすぐに敗北することになるだろう。わしら五影以外にも多くの強者が参加している。生半可な覚悟では勝ち上がれんぞ。そういうことじゃぜ。重ねて言うが、この大会は最強を決める大会。最強を名乗るなら、相応の覚悟と力を見せろ。いいな？よし、それでは忍界武闘祭開始だ。頂を目指して忍界武闘祭、ここに開幕。さあ始まりました忍界武闘祭。最強の称号を手にするためにはまずは予選を勝ち抜かなければなりません。どんな戦いが行われるか全く目が離せませんね。あ、申し遅れました。私は実況を担当します、木の葉隠れのしずねです。同じく雲隠れのまぶいです。解説には木の葉隠れの奈良四角さんをお迎えしています。よろしくお願いします。いよいよですね。もう待ったはできません。あとはここで戦うだけです。
戦闘開始。これは大変興味深い戦闘が始まりました。戦いでしたね。戦闘開始。本当に長らくかかった予選でしたが、ようやく全ブロックの本戦出場者が決まり、激戦に幕が下ろされようとしています。多くの者たちが挑んだ臨海舞踏祭予選、
しかし本戦に進んだのはほんの一握りのものだけ。本当におめでとうございます。本戦開始までは今しばらくの余裕があります。皆さんしっかり準備を整えてください。実況はひとまずここでお別れです。次は本戦で会いましょう。それでは皆さん、さようなら。さてと。